スポーツ用品メーカーのアシックスは9日、国際パラリンピック委員会、IPC、とオフィシャルサプライヤー契約を締結したと発表した。今後は IPC 公式イベントでスタッフに公式ウェアや靴を提供。20年東京パラリンピックでは難民選手団に加え、約60の途上国などに合計約300人分の競技ウェアを提供する。当社の小山はじめ代表取締役会長は、IPC の活動をサポートできるのは光栄、と話し、パラ陸上の山本篤、新日。本重節は、最高のパフォーマンスができれば、おのずと金メダルがついてくる、と夢舞台を見据えていた。